でもさ、25万 BP のためにチート使うぐらいだったらさ、普通に25万取れるチートぐらいあるでしょ。そうなんですね。勉強になります、ベルモさん。使ったことないです。マジ？手がかりなし、いや、エロディ起こしたから、まあそこでしょうっていう。で、エロディ回復したんだったら、多分この辺ですね、やっぱり。これね、やっぱね、セルフケアってね、すぐ完了しちゃうと位置バレるんすよ。ちょっと時間ずらした方がいい。ああ、なるほど。ここでエロディがダウンしてたと。で、これをデビキンが起こしに来るわけよな。で、まあ俺がここにこう、まあ、起こしたところを狩りに行く。で、デビキンは、まあ、こっちに逃げたわけよ、さっき。手書きじゃないんだね。ここが小屋で。ここやね。で、さっきこの辺で起こされたと。で、まあ、チェイスして、デビキンダウンしました。で、だいたいこのチェイス時間が30秒ぐらい。ってなった時に、まあ、ちょうどダウンして、ちょっと経っ油断たしぐてらるいんですで、ね。ちょっと経ったぐらいで、このエロディが回復終わったんよ。で、一人でセルフケアした時って、セルフケア32秒かかんのね。って考えたら、まあ、体感30秒のチェイスした後に、このエロディが回復終わったとすると、まあ大チェイ体スこのが32人、秒ですもんね。起こされた後に回復始めて、回復終わったっていうことになるじゃないですか。って考えたら、これ動ける時間ってこの、まあ、この間の時間、もしこのチェイス時間が30秒だったら、2秒分しか動いてないことになるんですよ。わかります？あ、ごめん、間違えた。これ逆だ。違う。チェイス時間が34秒だとしましょう。逃げた30。方向を視認して、だいたい32秒でセルフケア完了するかそう。ら、それまでにかかった時間と合わせて予測するわけですね。34秒だったとしたら、こいつ2秒分しか動いてないから、こっから2秒の距離にいるわけ。もしこれが40秒だったら、8秒分で移動できる距離のどっかにいるわけよ。このエロディは。で、体感まあ30秒から40秒ぐらいだったから、まあこっから離れて、まあ、大体、そんぐらいの距離。プラス、まあ、シェルターウッズでサバイバー真ん中に行くってことまずないじゃないですか。ね。この真ん中に大木があってさ、エロでこっちに来るのは考えづらいじゃん。見つかりやすいし。で、加えて、時間この、的なことか。デビそれキでン戦闘が、完了のタイミングをずらすと強いんだね。そうそう、デビキンがこっち側に時計回りにチェイスしてる以上、エロでは絶対反時計回りに逃げるはずだから、まあ、大体この辺かなっていう推測ができる。